さあ皆さんレゴンザワールド始まりますよ。なんと今日も宮崎県外から素晴らしいシンガーソングライターをお迎えしております。さあ皆さんレノンザワールドやってまいりました。レノンザワールドは世界に配信中でございますから、そうです、宮崎だけではございません。今日は宮崎県外から素晴らしいシンガーソングライターをお迎えしております。それではご紹介の方お願いします。佐賀県から来ました重松正樹と言います。よろしくお願いします。重松さん、佐賀県ですよ。まあ同じね、はい、九州ですから ね、はい。まあそんなね、あの晴れ晴れというわけでもないんですございますが、なんとですね、宮崎でねライブを行うということで、はい、早速捕まえてまいりました捕まえられましたはい、もう宮崎ネタだけではそこをついてきたいやいやいやそういうわけではないんですけどね、はい、もう本当ね、僕が連れてくるということはもちろんそうです、レノンライブに出ていただいてもらっ、ね、もらったわけなんですよ。重松さんね、もう重松さんはあれですよね、あのまあ今日宮崎に来てますけど、まあ全国を旅しながら、そうですね、はあ、ツアーをちょこちょこ回りながら歌わせてもらってます。あ、そうなんですね、はい、もううちはねそういうのが大好物なんですよもうどっか歌ってでこう捕まえてきますから、ね、いやいや冗談ですか、はい、あ、もうあの重松さんね、あの素晴らしい、もう知ってる人はねもう結構あの全国ね回ってますから、はい、ちらほらいらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。まあ、僕も最初言いました通り、あのシンガーソングライターということでギターの弾き語りですよね、はい、そうです。あですね、まあ、今回ですね、あのレノンのライブの、まあね、絡みもありまして宮崎に来られたわけですけども、宮崎何回目ぐらいですか。宮崎はライブ自体は 3,4 回ぐらいやらせて、程よく来てますね、はい、でもそれ以外も入れると僕宮崎めっちゃ好きで、あ、もう旅行とかも入れるともう10回は軽く超えてます。そうですか、はい、宮崎どこが好きなんですか。人が好きですね。ああ本当にこれよく言われますよね。やっぱよく言われますか。いや宮崎はもう本当に食べ物も美味しいですけど、やっぱり人柄がいい、うん、本当にそうだと思います。あ、そうですか、はい、もう宮崎の方喜んでますよ、ね、全国の方もぜひともね、これだけでゲストが宮崎のね人柄がいいってね、本当に食べ物も美味しいって言ってるんですから、ぜひとも宮崎に ね来ていただきたいとこなんですけど。あ、そうなんですね。それから今ってご自身でご旅行とかでも。でも何回も来たことあります。あ、あります、はい、あ、そうなんですか、まあ、そういった宮崎ですからね、はい、歌いたくなりますよね。ですね、せっかくだったらそうですね。で、重松さんあれです、あの結構このシンガーソングライターってもともとバンドでやってたとかそういうんじゃなくて、はいはい、もうずっと一人で。もう僕は最初は、2人組、このアコースティックギター2本とボーカル両方歌うっていう2人組で始めて、でもそれは結構前半の方でこう片方の方がもう俺やめるわ音楽って言って一人になったんですけど。ああ、そうです、そういう方結構多いですよ ね、 そ, うすね。あのそれこそね、一休さんとかね、あの宮崎市に出てもらいましたけど。そうなんですね。あの方もお二人で一人になられて、まあ、大体世代的に言うとゆず世代の方がそういう傾向が多いんですけど。僕もゆず19世代です。あもう完全に、はい、もうね、一緒ですね。ですね、まあ、そういう方がね結構多いんですけど、じゃあもう今じゃあ一人でずっと。今はもうずっと一人ですね。じゃあシンガーソングライターで曲の方は。曲はもちろん自分で書いて。おお、オリジナルを。ああ、そう。はオリジナルで。ああ、そうなんですね。まあ詩の世界的なものも、まあそれは歌った後に聞きたいんですけど、はい、まあじゃああの音源とか結構出されてるんですか。音源も4枚出してます。はい、4枚も出してるんですか。4枚も実は活動的実はたくさん出してます。あ、そうなんですね、はい、ということはですね、持ち曲も結構ありますね。持ち曲もまあでも今ライブでこうワンマンライブとかやるとなって披露できる曲はまあ30曲超ぐらいなんですけど作ってきた曲は聞かせれないクオリティのやつ含めたら多分100曲は軽く超えてるんじゃないかなと。さすがアーティスト数えたことはないですけど。あ、いや、まあまあまあそうですよね。まあ数えきれないほどの曲をね作るのが、まあそれはもうね、よ、才能
惜しいな最後、はい、いやいやいやそうなるわけなんですけど、うん、はい、まあ、そういった中からですね、まあ、レノン・ザ・ワールドに向けまして一曲ね聴きたいなと思ってるんですよ、ぜひ、はい、ね、こうやってね話してね、必ず歌は今回歌わないっていうのがレノン・ザ・ワールドなんですけど、なるほどはい、ですからね、ぜひともね、ぜひ次回もね皆さんに見ていただきたいわけなんですよ、はい、もうね重松さんね、もう日本中ね駆け巡ってますからね、ぜひともこれを通じて元レノンズワールドで宣伝していきましょう、はい、僕もね自分のお店を宣伝しますいやそれともかくじゃあ次回ね、はい、歌っていただきたいと思います。今回のゲストは重松正樹でした。ん、皆さん次回も見てね。翼を広げ行くぜ、